もおはようございます、アラヤンです。私ですね、先日誕生日を迎えましてですね、この誕生日にですね、ゲーム仲間からいただいたわけですよ、プレゼントでプレイステーションカードを。ありがとうございます。本当にありがとうございます。なんと1万円分もいただきまして、早速チャージしましてですね、チャージした直後の写真も LINE で送ったわけですよ。1万円チャージしたよ、ありがとうみたいな。でその日の晩にですね、ストアを開いてみたら、まさにその日がプレイステーションプラスの1年間の更新の日でですね、5000円少し持ってかれちゃいました。すいません、せっかく買っていただいたのに、ありがとうございます。残り5240円になりましたけども、大事に使わせていただきます、ありがとうございます。でまあちょっといろいろこう見てたんですけども、いろいろやりたいゲームはねたくさんあるんですけど、グラビティレイズはワンツーともにねもう買っちゃってるし、ホライズンゼロドーンとかもねやりたいんですよね。それから新夜回りもね興味あるし、ドラゴンクエスト 1,2,3 もいいなとかって思ってるんですよ ね。それからこれね、日本語版がやっと出たアンダーテイル、これもちょっとやってみたい気持ちもあるんですよね。いろいろねやりたいゲームが止まらない。それからドラゴンクエスト11ですよね。うちのゲーム仲間のね会長が面白いっていう風に太鼓判をしてましたんで、多分面白いんやろなと信じてるんですけど、やりたいゲームがいっぱいあって困りますよね。ちょっとねまだ迷っててどれを買うか選べないんですけど、どれを買うかまだ決められないんですけども、コールオブデューティーね、コールオブデューティーのモダンウォーフェアのリマスターも最近単品でね発売されたので、この辺もやっていきたいなとか思ってるんですけどね。ちょっと今すぐには決めきれないんですけども、とにかくちょっと俺をねやっていきたいなと思いまして、この動画撮ってみました。本当にありがとう、ありがとうございます。またいろいろゲーム動画ねアップしてきますんで、ぜひぜひこれからもよろしくお願いします。すごく個人的な感じの動画になりましたけど、会長さん本当にありがとうございました、ありがとう。では今回この辺で、ではではお疲れ様でした。